こんにちは、速稼塾の久保です。今回面白い企画ですよね。ガチンコマッチョクラブのミスター M さんと、そして椎の木康晴、この2人がですね、元ホームレス対談が11月30日の夜9時からあるわけですね。私もこれね、参加してね、一緒に楽しんでいこうかと思います。これはね、なかなかホームレスじゃないと聞けないことって結構あるんじゃないですか。ということで、視聴者さんからの質問も多分ね、答えてくれると思いますので、ホームレスって本当に橋の下なんですかとかね、ホームレスっていつも落ちたもの食べてるんですかとか、空き缶売っていくらになるんですかとか、いろいろあるかと思いますけども、いろいろね、聞いてみたらいいんじゃないかなと思います。ミスター M さんもね、昔を思い出しながら、今は懐かしい思い出の一つかもしれませんし、一刻も早く忘れたいことかもしれませんけども、どちらにしてもね、振り返って懐かしむその過去があるっていうのは、多分今の方が状態良くなったってことだと思いますので、それはね、一つ良かったというふうな、そんな放送になるんじゃないかなと思います。まあ同じようにね、ホームレスとした私としても、今はね、笑って話せる平和公園でのホームレス時代、もうね、本当に過去をね、笑って話せるっていうのはとってもいいことだなと思います。本当にね、11月30日期待しますんで、よろしくお願いします。それでは皆さんもぜひね、11月30日お越しください。必要な URL どこにあるんですかね。まだね、Zoom かなんかでやると思いますけど、 URL が私まだお知らせいただいてないんで、お知らせいただき次第皆さんにもお知らせしますね。よろしくお願いします。